マーク75インチ51口径砲は1907年から1920年代にかけてアメリカ海軍の初期の軽巡洋艦の手法や戦艦の副砲として用いられた。この砲は名前の通り直径5インチの砲弾を砲弾直径の51倍の長さを持つ方針から打ち出す。この口径砲については口径を参照のこと。 米海軍の輸送船に装備された5インチ51、後継砲この砲は、組み立て砲方式で内筒と砲身全体を覆う外筒からなり、片開きの隠し式茶船とスミスアズベリー機構を備え、重量は約5トンだった。一部の形式では内筒にテーパーがかけられているものもあった。約11キログラムの無塩火薬を装薬として用い、 約2 3ラムの砲弾を発射した場合、その初速は秒速960メートルで、射程は最大行角20度で1 5トルだった。砲身名数は900発とされていた。対空火力の強化が必要であるという認識の高まりとともに、5インチ38口径療養砲の装備が推奨されるようになっていき、この砲を副砲として装備していた。 旧型戦艦から取り外され、代わりに5インチ38後継療養法や5インチ25後継対空砲が装備された。近代化改修されたり、排斥となった戦艦から発生した余剰の5インチ51後継法は、アメリカ沿岸警備隊のカッター、補助艦艇、護衛空母、沿岸砲台、潜水艦、武装商船などに搭載された。 1941年12月のエーク島攻略戦で5インチ51後継砲を用いたアメリカ海兵隊の沿岸砲兵は大きな効果を上げたとされている。第一次世界大戦時にはイギリス海軍の本拠地であるスカパフロー白地の沿岸砲台として配備されたこともある。第二次世界大戦時にはレンドリースポーに基づきこの砲がイギリス軍に供与された。また、 このうちのいくつかはニュージーランドまで送られ、沿岸砲台として配備された。ありがとうございます。